皆さんこんにちは。スカーレット・バイオレット、どこまで進みましたか？ DLC 後編はクリアされましたか？いかがでしょうか？こちらの DLC の後編も発売してからなんと1週間以上が過ぎ去りました。いやー早かったね。まあその結果多くの方がクリアされて様々な感想を抱いているのかなといったところですね。例えば X 上だったりネット上の掲示板だったり様々なところで感想が投稿されておりますが、その結果 SV 本編のストーリーとキャラに愛着湧いていたけどこの終わり方はひどいと思ったっていうような意見が結構出てきているのかなと思いました。まあこういった形で記事でもまとめられていたりとか、まあ割とね抱いている方が多いのかな、いかがでしょうか。まあそういったところで皆さん、スカーレット・バイオレット、ゼロの秘宝、青の円盤、こちらをクリアした感想などぜひコメント欄で気軽に共有いただけると非常に嬉しいのでよろしくお願いいたします。まあそんなところでこの青の円盤のエンディングが割とね賛否両論っていうか、どちらかというと批判寄りの意見が比較的多くなっているのかなといったところですね。正直桃太郎を出されてこれでゼロの秘宝のエピローグですって言われても、なんだろうね、言われても感がある。エピローグって名打つならもっと隠し玉用意してくれ。つまり後編作りかけ疑惑、後日アップデート追加とかダイパリメイクか。 SV 本編のストーリーとキャラに愛着湧いてただけにこの終わり方はひどい。ストーリーが雑なだけならまだしもバトルタワーすらない。確かに確かにね。なのでまあそういった意味では裏切られた気分、今ならクソ鬼に裏切られたすぐりくんの気持ちがよくわかると。なんかねストーリー自体もちょっとなんか歪んでるというか、すぐりがグレてたりとか、まあオーガポンの剣とか、まあいろいろツッコミどころは満載なんですが、ちょっとなんかねストーリーが良くないんじゃないかっていうような内容だったり、でそもそも未完成品じゃねえかっていう話だったりで、期待されていたバトルタワー、さすがにこちらは実装されるだろうって思われておりましたが、現時点では公式から特に告知はなく、待ち望んでいた方は、肩透かしを食らってしまったと、そのような状況になっています。まあ、ストーリー自体もそうだし、エンドコンテンツバトルタワーの実装もないっていうところもそうだし、作りかけで、出した理由っていうのもよくわからないし、それだったら最初から出せよみたいなことが言われていたりとか、そういったことがね指摘されているのかなといったところですね。まあ正直なんだろう、緑の仮面まではまあ結構ですね好評で、まあストーリー自体もよくできていて、まあ割と好評だったのかなと思いました。一方で青の円盤になった瞬間、なんだろう、まあ中途半端なエンディングだったり、設定だったりで、あと伏線がね全然回収されておらずで終わってしまったりとか、まあこちらエピローグで回収されることになるのかなと思ってはいますが、まあ結構ですね、そういった終わり方に疑問を感じている方も多いのかなと思いました。まあ後日アップデートがあるといったところで、こちらに関してはまあ良かった点ではあるんですが、まあ正直ねダイパリメイクを思い出すみたいなそういった意見なども出ているといった状況ですね。勝手に期待して勝手に裏切られて桜見するムーブまで、すぐりなのやめろ。雑だったのはそうだが、まあ確かにね、まあストーリーの構成が雑だったみたいな、なんかしっかりと本編と、なんだ、緑の仮面かな。で、構成されていたストーリーが青の円盤になってから結構ごちゃごちゃになっていて、これどういうことやねみたいなことが結構言われていたのかなと思いました。あの桃みたいなのも主人公に横取りされて、またすぐりがこじらせてバトル施設作ってくれる流れ期待していいの？まあすぐりもオーガポン取られて、まあ主人公に対してどう思ってんだろうね、なんやねんお前みたいな感じなんだろうか。まあちょっとあれもあれでよくわからないよね。まあ正直主人公って悪者なんかね、どうなんだろうか。すぐりは克服した感じになるんじゃね、あの壁ドンの紫オーラ回収すると思うよ。これでゲーフリが拗ねて、まあどうなんだろうね、すぐりが拗ねちゃったって言ったところもね、まあわかる気持ちもあるしね、すぐりが拗ねた
まあグレてしまったみたいなところがね結構大きいんですが、モモアローなんてポケモンいないし、おまけシナリオもありませんってことにならないかな。このまま最悪の形で SV を終わらせる方針ポケモンはというかゲーフレは一度客が離れないとダメだわ。解析で判明して流されちゃもう隠しようがないがな。お蔵入りになったらそれこそ改造が出回るよ。別に改造が出回ってもチーター判別装置になるだけなんだからいいじゃん。ミラクルで捕まされても逃がせばいいだけだし、チーターのせいで全部お蔵入りになったらもうどうしようもないけどな。これでリークが偽データだった時が一番面白い。いやゼイユやスグリとポケ交換できないままなら面白くないか。お蔵入りにしたら多分ホームウェイ組も特別講師呼べんくなるわ。勘弁してくれや。面白くなってきたな、ゲーフリーどうすんだろうっていうことで、まあいろいろ言われてるわけですね。まあストーリーがね、まあしっかりと出来上がっていた分ね、ちょっと残念な点が結構青の円盤後編になってからなぜか目立ってしまっていて、そこに対して結構指摘が相次いでいるといった状況でしょうか。まあエピローグの出来にもよると思いますが、まあ、正直なんかエピローグっていうのもちょっと違和感があるけどね。前編後編で出してるわけだからさ、いや後編一本でまとめてくれよみたいな。まあまとめてくれよっていうのは、後編がなんかね、中身としましては、青の円盤プラスエピローグっていう構成になってたわけだからさ、まあ個人的には別にそれは悪くないんじゃないかなと思っているんですけどね。ただ不満に思っている方も一部いるみたい。ただバトルタウンについてはどうなんだろうね。ちょっとここについては個人的にはさすがにね、やってくると思ってたよ、ここはね。やってくると思ってました。ただこのまま行くと本当にやってこない可能性が極めて高いよね。まあストーリー云々とか、まあ別に正直俺的にはどうでも、まあどうでもいいってわけじゃないんだけど、まあ許容範囲ではあるんだけどさ、バトルタワーないのはさすがにねえんじゃねえかな。いやけどマジでねえんだよな。けどこんなことってあるんすよね。バトルタワーがない。マジでみたいな感じなんだけど。まあまあまあ、とりあえずね、そのような状況になってしまっております。ただまあ、完全にこれエピローグ、ね、実装されたら本当にクロージングしてしまうからさ。まあ正直それだったらまたね、こんな早く出さずに、半年後とかでも全然良かったんじゃないかと思いましたが、なんか思ってるより広報式が情報を出してくるの早かったよな。しかもちゃんとトレーラーみたいなものもね、作っていたし、ちょっとびっくりしたわ。はい、まあそういったところで今日の動画一旦終わりましょうか。今日の内容としましては、SV 本編のストーリーとキャラに愛着湧いてただけに、この終わり方ひどいといったことがね、今話題となっておりましたので取り上げさせていただきました。まあ何とも言えないよな、ここについては。ってことでお疲れ様でした。以上です。